めちゃくちゃいい天気ですよ。まあ、気温は少し寒いんですけれども、お日様が出てるとね、背中ポカポカなので、まあ、ちょうど今日もモンスターということでお出かけです。今日2月の22日、猫の日ですね。まあ、私も、まあね、実は猫派でして、まあ、飼ってはいないんですけどね、うん、猫好きなので、今日はね、まあ、テレビ見てても何、ラジオでもね、猫の話題、これで持ちきりですね。はい。で、あと、まあ、今日ちょっと有給取りまして、午前中に確定申告をしてきました。まあ、1時間ぐらいで終わりましたので、まあ、昼ご飯を家で食べてね、それから、少しね、能登島の方をまた来ようかなと。まあ、先日はね、このように青空じゃなかった、まあ、そういう日だったんですけど、まあ、今日はね、まあ、とってもいい日ですね。船もいます、まあ、今日はここ歩かないですけどね、私の動画といえばほぼ能登島、特に冬はね、まあ、こちらばかりなんですけれども、その中でもね、能登島水族館、まあ、ここはねさすがにご紹介したことがなくて、まあ、もちろん入場料もいるので、まあ、あえて行ってないんですけれども、その手前ぐらいまで、行ってみようかなということで、とりあえず能登島水族館の方まで行っていきたいと思います。能登島臨海公園、多分動画でご紹介させていただくのは、初めて、だと思います。まあ、水族館自体私行かないからな、まあ、能登島の中でもね、まあ、有名なスポットになりますよね。よく私が休憩で休む道の駅の能登島、ガラス工芸館、ガラス美術館、まあ、そういうものがありますけど、まあ、それとこの能登島の臨海公園、その中にある能登島水族館なんていうのはね、まあ、能登島水族館はやっぱり一番、能登島の中では、まあ、有名なスポットというところです。まあ本当に来たことないんでね、ゲートがどうなってるのか、おお、いい景色。一般車進入禁止、ここじゃないんだな。一般車は向こうか。ずっとウインカーついてた。ここはバス、タクシー専用。一般車は向こうか。ここが水族館になってますね。人少ないな。何があるんだろう。なんか本当の公園みたいところと、あとなんか釣り堀っていうかね、釣り竿とかをね貸してもらって、そこで釣りができたりする施設もねあったりするみたいなんですけど、まあ、とりあえず
駐車場、駐車場は無料なのか。あそこで釣りするんだな、多分。あそこですね。釣りしてる人いますね。釣れそうだな。じゃあちょっと探索の方をしてこようかなと思います。ここが第三駐車場です。向こう第二、そして最初止めたところ、向こうが第一駐車場ですね。少し高台のところに今止めましたけど、こちら正面が水族館なんですね。こじんまりとしたところですね。どこでイルカショーをやってるのかな。でどうも辺りの駐車場はバス、タクシー専用なので一般車が行けないのでね、ちょっと歩いてこようかな。また今日も歩きか。なのでもし歩いてみましょうかね。釣りができるのはどこか、ここからね歩いていくみたいなんですよね。少し距離があるみたいなので、ま、今回はちょっとやめときましょう。どこか休めるとこあるといいんですが、まあ、何分ね来たことがないので、どこをどう行けばいいのかな。レクレーションビーチ、あ、なんかカートもできそうですね。こっち行ってみましょうかね。平日だとなんかどこでも行き放題みたいな感じですね。あ、そこか、ここか。どうもここから行けるみたいですね。今日営業やってんだな。ふれあいビーチ、ふれあいビーチ、あそこ行ってみようかな。いくらすんのかねこれ。もう利用券1枚で2人乗れます。中止。いや、こうやってね人の少ないところをのんびり歩くのもいいもんですよね。イルカふれあいビーチって、イルカいるの？イルカ、イルカ、イルカ2000円もすんの？掃除してるのか。イルカいませんけどね。掃除してるのはわかるんですけど。
あ、海のいい匂いするな。やっぱり海水がね、透き通っててやっぱ綺麗ですね。でもこういう浅いとこってイルカ無理でしょう。どこかにいないかな。よいしょ。で、今日はですね、ここに来たのはこれですよ。大福、大福餅ね。これ食いたかったんだよな。これともう一つ米まんじゅう、この二つをね、これからいただきたいと思います。久しぶりでしょ、この物を食う動画ってね。ではちょっと食いたいと思いますよ。うまかった。七尾の和菓子はうまいな、やっぱりな。